1> 第1次、名内閣は、デイビッド・キャメロンが首相を辞任したことを受けて、女王エリザベス2世により、テリーザ・メイが新しい首相に任命され、2016年7月13日に、組閣した、イギリスの内閣。名内閣は、議会で多数を占める、保守党の内閣であり、2015年5月のイギリスの総選挙の結果を受けて組閣され、2016年6月の国民投票で、 イギリスが欧州連合から離脱することが決まった後に終了した第二次キャメロン内閣を引き継いだ。2017年6月の総選挙の結果、単独で過半数の議席を占める政党がない、いわゆるハングパーラメント状態となったが、名首相は民主統一党の格外協力を得て新たに少数党政府を立ち上げる意向を表明し、第二次名内閣へと引き継がれた。 名首相は7月13日の午後にフィリップ・ハモンドを財務大臣に、アンバー・ラットを内務大臣に、ボリス・ジョンソンを外務大臣にそれぞれ信任させ、そして国防大臣にはマイケル・ファロンを留任させる人事を固めた。新設された閣僚ポストである欧州連合離脱大臣にはデイビッド・デイビスを、国際貿易大臣にはリアム・フォックスを任命した。 残りの閣僚ポストの人事は翌日の7月14日に発表された。全国際開発大臣のジャスティング・グリーニングは教育大臣に昇進、グリーニングの移動により空いたポストにはプリティ・パテルが任命された。全環境大臣のエリザベストラスには司法大臣のポストが与えられた。全エネルギー下級大臣で2016年の保守党党首選で最後まで テリーザ・メイと対立する候補だったアンドレア・レッドサムは環境大臣に任命された。内務省で下級大臣を務めたジェームス・ブロークンシャーとカレン・ブラッドリーの両名はそれぞれ北アイルランド大臣と文化、メディア、スポーツ大臣に任税られた。ダミアン・グリーンは労働年金大臣のポストを獲得し、クリス・グレーリングは運輸大臣に就いた。最後に、 サジード・ジャビドはコミュニティ、地方自治大臣のポストについた。ジェレミー・ハント、アルン・カンズ、デイビッド・マンデルの3名は、第2次、キャメロン内閣から引き続き、それぞれ保健大臣、ウェールズ大臣、スコットランド大臣に留任された。対照的に、名首相は、第2次、キャメロン内閣で閣僚を務めた、ジョージ・オズボーン前財務大臣、 マイケル・ゴーブ全地方大臣、ジョン・ウィッティング・デール全文化、メディア、スポーツ大臣、ニッキー・モーガン全教育大臣、オリバー・レット・ウィン前、ランカスター・工業大臣の5名を閣僚から外した。加えて、名首相は、不要ナ・ヒルト・ニック・ティモシーをダウニング外首席補佐官に迎えた。両者は、名首相がキャメロン内閣で内務大臣を務めていたとき、 政治的アドバイザーとして大臣を支えていたが、その後は名首相のリーダーシップの下に戻ってくるまでの間、政府の外で短期間働いた。しかし、2017年イギリス総選挙で保守党が議席を減らし敗北した責任を取る形で6月10日に辞任を表明している。2016年9月、アンバー・ラッドが1998から2000年に、 租税回避地のバハマに設立された日本人の役員だった。2017年6月11日8日に行われた2017年イギリス総選挙の結果を受け、名首相が組閣を行い、第二次名内閣が発足した。再任が億小規模な改造に留められた。ありがとうございます。